誰もいないわよね。今がチャンス。いただきます。何か変ね。お腹がペコペコ。何食べちゃおう。何やってるの。ブロッコリーを使う時が来たわ。あっち行って。ダイエットほっといて。ふう、夢か。まさかここまで来ないわよね。そんな簡単に逃げられるとでも思った。スクワット頑張ってるじゃない。あっち向いてるうちにお菓子食べちゃおう。このチョコ大好き。え、隠さなきゃ。あれ、なんか顔が変ね。ほっぺた膨らんでない。気のせいか。頑張って、まだまだいけるわ。エクササイズって最悪。また見てない。今度はピザ食べちゃえ。これでトレーニングできるわ。ピザは最高のウェイトだから。頑張って、もうちょっと。あれ、この匂いは。まあいいか、続けて。ヒップをよく動かして。回数を記録しておくわね。またチャンスが来た。よし、うまく開けなきゃ。これじゃ食べにくいわ。おいしい。証拠隠滅。よし、着実に進歩してる。ねえ、それ何なのよ。え、別に。顔中チョコまみれなんだけど。つい。そう、エクササイズの回数増やしとくね。やだ、そんなの不公平よ。縄跳びなんてしたくないわ。待ってました、昼食の時間。このケーキ美味しそう。ナプキンをつけてっと。はい、パンにチーズを乗せて、もちろんサラミも。はい、サンドイッチができたわよ。ありがとう、すっごく美味しそう。喜んでもらえてよかったわ。ちょっと、何やってるの。あの子は誰。お友達。あら、ただの影だったのかしら。ケーキも食べてね。このランチ最高。しかもデザート付き。よし、うまく切れたわ。あなたのはこっちね。本当にありがとう。うわー、幸せ。すっごく美味しい。マジで食べまくってる。そんなにケーキ食べちゃダメよ。ねえ、聞こえてる。ねえ、ちょっと。ねえ、ちょっと聞いて。ああ、また犬。絶対に全部食べちゃダメよ。あの子がケーキ食べちゃダメだって言ってるから。え、誰のこと。誰のせいですって。ちょっと口出しするのはやめなさい。もう許せない。やばい、逃げなきゃ。ダイエットが逃げていったわ。はあ、お腹減ったな。あのハンバーガー食べたいな。もうこっちのチャンネルはピザ。え、ステーキ？マジ？うわ、サンドイッチも美味しそう。テレビを見るのって拷問だわ。あ、泣いてる。大丈夫？大丈夫、泣かないの。あ、コマーシャルのせいね。テレビを見るのをやめればいいのよ。テレビ見ちゃダメよ。これを使ってコマーシャルから守ってあげる。
よし、これで OK。 もう大丈夫だからね。これ隠さなきゃ。布団の下だ。よし、これなら十分だわ。完璧。これで誰にもバレないでしょ。やっぱりお菓子だってバレそう。ああ、そうだ。ベッドはありがちだけど、カーペットの下なら平気でしょ。よし、ここに隠しちゃえ。ここだったらバレないわ。でも、はみ出てるな。そうだ、クローゼット。ここだったら、お菓子を隠してもバレないはず。なかなか閉まらない。あ、戻ってきた。抜き打ちのお菓子チェック。なんか隠してる。最近怪しい行動が多いから。ここには何もないわね。この箱の中は？何もなし。前はベッドによく隠していたわよね。とりあえず合格。ちょっと待てよ、何か変だわ。 X 線探知機で見てみよう。 X 線探知機なんて必要ないわよ。ああ、信じられない。どいて。ああ、キャー。ああ、お菓子が。これは一体何なの。お菓子が大好きすぎて。お腹が空いたな。ハンバーガーか大きなサンドイッチ食べたいな。ダイエットはいないし、こんな時のために隠しておいたお菓子食べようっと。これで完璧。え、マジ？中身が入ってない。どこに隠したっけ。あ、あれかも。違ったか。あ、何か入ってる。うわ、まず、これは違う。どこかに隠してなかったかな。この奥にあるかも。あ、痛い。マジで。ネズミ取りにチーズもついていなかったわ。あ、なんだろう。やった、美味しそうなポップコーン。あ、来た、隠さなきゃ。ちょっと怪しい。あ、出しなさい。もうバレてるのよ。もう、わかったわよ。いつも邪魔ばっかり。はい、すっきりしたでしょ。いや、全然。まだお腹が空いてる。せめて匂いだけでも。あー、スニッカーズくん、大好きよ。ちょっと、何考えてるの。もう諦めなさいよ。私はベビーシッターじゃないのよ。お腹空いた。うしっと食べられそう。クッキーでなんとかなるはず。あー、もうたまらない。いただきまーす。心臓止まるかと思った。あー、クッキーが床に落ちる。ダメー、落ちる。お助け。いった、絶対タンコブできる。あー、でもゴミがいっぱいだ。楽しい、ゴミまみれになろう。拾って食べられるかな。うわ、なんでもうこんなに汚いの。口に近づけるのも嫌だ。
生きてて最高ですよ。きっとない。でもまだ食べられるよね。ホコリとか土とかついちゃってるけど。いや、サリオルール。え、あの子あれも食べちゃうの？そうよ、映画絶対に行きましょう。そうね。来た、あたしが輝く瞬間。そのままおいで。しまった。はじめまして、よろしく。いや、ありえないから足から離れろ。離れろ。瞬間接着剤でも入ってんの？しょうがない、一緒に理科の授業だこりゃ。新しい冒険ね、楽しい。集中できない。そっちどうなってんの？実に面白い。ダメだ、何しててもガムが気になる。あんたさ、なんでまだいるのよ。そうだ、犯人はきっとヤス。一人の時間が欲しい。いつも健康的なウラッチ。ターキーハムがジューシー。やっと授業終わった。どうも。え、私？後ろ？じゃない、私にどう思っていたの？どうもどうも、私です。あんた、鏡持ってないの？鏡とは？ひょっとして顔に何か？前歯ですって？一生の不覚。これだからターキールとサンドはやはり発見。ちょいちょいちょい、サングラスいるでしょ、マルシーって。金輪際お別れしなくては。オペを開始する。ちょ、危ない、くつろいでんだから。ちょっと立ち退き反対。ちょっと動いた、まだ詰まってる。ほーれほれほれ、捕まえてごらん。逆に噛み返す。それはつぐったやつ。よし、摘出。どんなもんですか。どうもーって、もういないんですけど。じゃ、一人でおランチっと。ターキーハムサンド、おいしい。わーっ、カップケーキ、誰が食べたの？まるで天国のかけらみたい。甘くて美味しい。おかわり、もちろん。美味しい。あれ、自分が取るつもり？よろし、勝負だ。受けて立つ。どうだか？バカじゃないの？こっちは真剣よ。よこしなさい、私のよ。先に取ったの私。私の方がお腹空いてんの。なんかクラクラしてきたな。お二人さん、落ち着いて。ダメ、私の。殺してから奪いな。たま、あ、エクチュ。あ、こりゃティッシュがいる。いやいや、それあげる。作戦勝ち。どうだか。ああ、おいしい。もしもし、予約お願いしたいの。3時ね、パーフェクトよ。ちょっとママ危ないって、目ん玉つつきそうだから。で、卵焼きっぱなし。いやー、いい具合の暑さだな。ビビデバビデブー。あ、いけない、まあいっか。はい、キャンディー食べる。ブニー、ほんとかわいいな。あれ、なんか焦げ臭い。あれ、なんか熱すぎやしない？どうしよう、ママ、なんとかしないと。ひっくり返すのよね。ピタッと焦げついてる。こりゃ何の騒ぎだ。でも楽しいかも。ヤッホー、次は宙返り。あ、てて、一体何があったんだ。ま、火はしっかり通ったぞ。
これはママに怒られる。でもなんか面白い。さて、何か残ってないかなと。あった。完璧な一枚。全部独り占め。よし、一泳ぎね。止まった。これでよし。それじゃダイビング。あー、牛乳が気持ちいい。スマグリ、最高の気分。元気になるな。あ、落とした。どうしよう、指突っ込むの嫌だしな。ま、もう一枚あればいいか。さて、続けよっと。よし、糖分補給ってね。お口でスッと溶ける。私の髪変じゃない？カールのお手入れ大変なのよ。あ、毛が抜けちゃった。でもそういうものよね。ほら、お食べなさい。ありがとう。嬉しいな。おいしい。それからここにも何かあったはず。ああ、この子だったわね。甘いものたっぷりの昼下がり。焼きたてのパンの香り。次は具の番。冷たくて気持ち悪い。レタスとハムを乗せてっと。チーズも乗せなきゃ。このチーズいい匂い。できたわ。わあ、彼とってもかっこいい。彼見てたら大好物を連想しちゃう。これこれ、トマト。トマトにキスしたら彼にキスしてるように感じるかも。え、俺にキスをするつもり？俺があいつだと思ってるの？違うって。俺はトマトじゃん。でも結構良かったな。サラダにされるよりいいかも。キスしても平気かな。彼女にこの花あげたら喜ぶぞ。え、あいつとキスしようとしてる？マジかよ。何かないかな。あ、クッキー。マジ空っぽじゃん。他にも何か食べられるものがあるかも。あった、トウモロコシ。電子レンジに入れてっと。数分で出来上がるはず。うわー、楽しい。イエーイ、回ってる。ヤッホー。この中暖かくて気持ちがいいわ。最高。え、何？なんか粒が膨らんでるみたい。まあいいか。うわ、一体どうなってるの？あ、面白い。あれ、さっきまでは暖かかったのに。あ、誰かいる！最終回がすごく面白かったの。最後のシーンは笑えた。いや、ちょっと荒いな。でもお皿の上にいるよりはマシ。そうかもな。次は何が起こるんだろう。馬が倒れたところ覚えてる？あ、馬のこと忘れてた。どんどんひどくなってきた。なあ、脱出しようぜ。これが出口だ。開くのを待とう。よし、もうちょっとだ。今がチャンスだ。1、2の3。うわあ、出たくないけど。いっちゃえ。マジでめっちゃ面白かったよな。
ーすごい。げ、これは強烈。目が釘付け。どうなっちゃうの？ああ、袋から出られてよかった。君、出してくれてありがとう。あ、じゃあ手にカスがいっぱいついちゃった。それが美味しいんじゃない。カスだらけにしちゃおっと、楽しい。いつも用意してあるんだ。え、マジ？一人であのレベルをクリアできるわけないだろ。絶対無理、アホだな。はっ、はーん。痛い。どうしちゃったの？頭が痛いわ。床にいるみたいね。あれ、俺のキャンディーは？あー、床にくっついちゃった。誰か助けて、私を拾って。あら、新しいヘアスタイルを見て。ああ、かけ直すわ。マジかよ、きったね。これはさすがに無理。じゃあまたな、美味しかったのに。うわ、包み紙に戻れたわ。ああ、よかった。学校つまんね。ガムの味もなくなっちゃったし、ここにくっつけちゃおう。うわー、別世界に来たみたい。ねえ、元気？引っ越してきたの。ああ、机の裏へようこそ。あ、あそこにも誰かいる。こんにちは、わしは長年ここで暮らしとるんじゃ。みんな勢ぞろいね。ここでの生活は楽しそう。こんにちは、みんな元気？よろしく。あ、静かにして。うん、絶対に何か聞こえたと思ったんだけど。危なかった。みんな、パーティー再開。もうすぐサラダの出来上がり。あ、彼女使うみたい。楽しんでこいよ。わー、何回やってもめっちゃ楽しい。ちょっと軽くなった気分、楽しんでおいで。うわー、すごい楽しいじゃん。これで OK。 すっげーエキサイティング。うん、このサラダとっても美味しそう。味見してみよっと。うん、薄いわね。もっと塩コショウが必要だわ。うわ、今度は二人一緒だ。今日は出番が多いな。うわ、今日はエキサイティングな日。いい運動になったわ。もう一度味見してみよう。うん、これでよし。ああ、行っちゃうの？バイバイ、またね。美味しそうなスイカをこのナイフで切ってと。うん。種も取ってね。よし、オッケー。うまくいった。これで最後。美味しそう。うわ、最高。はあ、疲れた。やっと家に着いたわ。靴を脱いでリラックスしましょう。気持ちいいわ。あー、かわいいんだから。ポポー。あ、お城がある。この汽車は止まれないからぶつかっちゃうんや。うわ、ぶつかっちゃった。ポポー。マッシュ、ダメじゃない。あー、そこらジュレモだらけじゃない。これじゃ裸足で歩けない。靴は履きたくないし、しょうがないわね。気をつけなきゃ。あ、危ない。わー、気をつけて、踏まないで。あー、よし、うまくいったわ。
あ、裸足じゃん。いたずらしちゃおう。行くぞ。ああ足が。何よこれ。あ、やばい。なんでこんなところにロリポップが。後で食べようと思ってたのに。いて、うえー、あー、かわいそうに。泣かないでね。大丈夫よ。マジかよジェイク、めっちゃ笑えるし。おやつの時間だ。うん、グミは最高。おいしそう。いただきます。どうなってるんだろう。歯の矯正か。美味しいけど詰まっちゃったな。爪楊枝を使おう。なんだ、よこせ。うわ、折れちゃった。これじゃダメだ。ガムを食べてみよう。これでバッチリ。ちょっと、どうにかしてよ。また。勝負してやる。行くわよ。いて、ひどいな。行くわよ。うまくいったぞ。うわ、キモい。遅いわね。あ、ごめん。あ、なにこれ、おかしいな。まあ、ただだから別にいいけど。綺麗な歯だけど、壊しちゃおっと。ふわー、痛え。なんだこれは、奥歯か。やばい、家に帰らなきゃ。もらっておくわ、大成功。この絵がめっちゃ怖い。最悪。マジ？最高じゃん。あ、やめて、見てられない。口を閉じて食べなさいよ。何か言った？貸しなさいよ、音が聞こえないわ。え、やめて。え、なんで？ありがとう。ほら、どんどん食べて。もう我慢できないし。これでよし。また？マジで？そう簡単には諦めないわ。もう許せない。どうするつもり？パリパリ。もう我慢できない。おい！静かにしないからよ。もう一枚残ってるからいいや。ここで何やってるの？はあ、美味しそう。ここに捨てちゃうから。バイバイ。はあ、やっと片付いた。誰に捨てられたんだ？治安が悪くなってきたな。ああ、お腹減った。何食べようかな。サラダか？グッドアイデア。美味しいし、健康的。食材は全部揃ってるかな。見てみようっと。元気？一緒にいると楽しいわね。僕は歯ごたえがあって美味しいよ。ほら、食べたいんでしょ。どうしようかな。ほら、美味しそうでしょ。よし。よし、やった。これも使ってみようかな。この前まで種だったのに、道に迷ってしまったようだ。うわ、カビが生えているわ。早く捨てなきゃ。うわぁ、うえ、ひどいな。待ってくれ。やった、朝ごはんだわ。疲れたな。早く食べたい。コーヒーを飲んで目を覚ますか。入れたては最高。あ、なんだ
ああ、リジーの朝食か。お腹が空いたわ。あ、レシピか。簡単そうだから俺でもできそうだ。フライパンと卵か。よし、料理を始めるぞ。卵を割ってと。うわ、やっと出られた。あ、オンにしなきゃな。綺麗に日焼けできそう。イエーイ。お腹減ったよ。あれ、何の匂い？パパ？起きてるよ。あ、卵が。うわ、溶岩だ。助けて。どうしよう。あ、そうだ。くそ。うわ。料理するのもいいな。うえ、このゲームは難しい。そうかな。このピザ最高だな。私も食べようっと。本当だ、めっちゃ美味しいわ。もう一枚食べよう。うわ、手があったかくって油だらけ。めっちゃロマンチック。あ、マッシュなんちゃって。ほら、食べていいよ。いや、あげるよ。食べていいって。冷めちゃうんだけど。イエーイ。マジで？やった。ねえ、見てた？まだやってんの？いいから食べなよ。わかった。え、でもこれ俺のじゃん。待てよ。ちょっと話して。やだよ、俺のだもん。私にちょうだい。うわ、やめろよ。やばい。ちょっとやめてくれ。俺のだって。でもいらないかも。うわ、いらない。え、トッピングが食べたかったの？利用されてたのかも。え、お菓子分けてくれないの？ダメ、全部僕の。わーい、楽しかった。よし。大丈夫？出して。ちょっとやめてよ。もうやめてってば。ああ、私追い出されちゃうのかな。危なかった。私頑張ったんです。ああ、卒業証書。ママ見て、やったわ。素晴らしいわね、私の娘。ああ、あれは何かしら。リリー、は、え、イエーイ、私よ、レタス。みんな、ありがとう。はぁ、嘘。きゃー、恥ずかしい。何してるのよ。いた、あっち行って。あ、写真なんて撮れないし。居場所を見つけたのよ。いい匂いだわ。完璧なカップケーキ。これ何の匂い？おお、カップケーキだ。いただきます。美味しかった。残り1個、僕の。いや、僕の。話せ、お前が話せ。いやー、私を取り合いしてる。なんだか楽しいかも。え、私のカップケーキ。ちょっと返してよね。
信じられない。私のなのに。最悪、どっちももらえないなんてお前のせいだ。人参って最高。ブロッコリーもね、油を入れてたっぷり入れるのがコツなんだよ。塩コショウも忘れずにね。よしよし、焼く時間。お、タイマーをセットしなきゃ。気持ちいい。ほんと、今日はいい日ね。ん？なんか聞こえる？アラームかな？野菜をチェックしなきゃ。少しだけ混ぜてと。そしてオーブンに戻す。あ、ひっくり返らなきゃ。よし、乾杯。うん、サラダおいしい。このニンニク見て。誰もいないわよね。かじっちゃおう。いや、全部食べる。おいしい。やだ、息が。ヤッホー。あ、ヤッホーってば。ヤッホー。うわ、息が臭い。ちょっと待ってて。はい、ガム。間違いなく必要よ。ありがとう。うわ、最悪な匂い。リフレッシュしなきゃ。はあ、どれだけニンニク食べたのよ。ちょっと待って、これは何？ちょっと何してるのよ。私呼ばれたのよ。ニンニクはみんな大好き。ほら出てって。ニンニクは好きでも匂いはみんな嫌いなのよ。匂い警察？いやー、牢屋に入りたくない。いやー、ようこそ。でもずるい。あー、ニンニクはもう終わりよ。はあ、ふう、楽しいパーティー。この曲大好き。わあ、眠い。見てないわね、こっそり。疲れた。コーヒー持ってきてよかった。あ、あんまり意味ないな。よう、早く起きろ。やること多いんだからな。うん、何を急いでるのかしら。そう、ちゃんと書くんだ。何？何なのかしら。数式を解いてる？行け。止まるな。今度は掃除してるの？そうだ、やればできるじゃないか。ああ、カフェインが切れたみたいね。昼寝でもするか。このスイカ見ろよ。はあ、重たいんだから美味しいはず。切ってみようぜ。うわあ、いい匂い。いい感じだな。ありがとう。種を取り出さなきゃ。君も、君もね。いただきます。うん、うまい。甘くてジューシーだぜ。ケビン、種もそのまま食べてるんだ。よし、そして種だけ出す。うわ、やめてよ。最初に種を出せばいいじゃない。ま、そうだけど。毛を揃えてください。了解。あら、種がいっぱいあるわね。大丈夫、私に任せて。これを使えば。動かないでね。あと少しよ。見てられない。ふう、終わった。ほら、どう？わあ、つるつる。ありがとう。録音する準備 OK。 みんな、こんにちは。今日は牛乳と魚のチャレンジ。よし、行くわよ。最初は魚。
うわ、こんなに雑に扱われたの初めて。で、ここはどこ？次は牛乳。よし、やったわ。まあ、誰？何してるの？そっちこそ。私が先に来たのよ。ちょっと、やめてよ。出て行ってよね。お腹が出そう。ふう、まだトイレから出られなさそう。トイレットペーパー買っといてよかった。ついにやってきたこの時が。ずっと食べるの我慢してた。ああ、これ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 よ。この白いのなんだろう。殴っちゃえ。うじゃ。あれ、隙間空いた。ハガー、どうしよう。誰かに気づかれるかな。歯医者、今すぐ。必要な薬品はこれ。どもども、あれ、なんか面白そうなことやってるね。んじゃ、こいつでも実験しよう。コーラといえばメントスね。噴水になるって聞いたことある。ソフィア、それやめた方が。それ投入。あと一段。乗った。あれ、何この声は。ちょっとあんた気をつけて。トランプが。あ、メンゴメンゴ。どうもメントスっす。やってくれたわね。全部台無しよ。うわ、想像以上の噴水だ。そんなことして大丈夫なの。なんとかしなきゃでしょ。濡れタオル、ちゃんと拭くから心配しないの。お寿司が来た。うわー、新鮮そう。お楽しみよ。お箸はいつも緊張するわ。しっかり持って。何すんで、気ぃつけな。ああ、うまく使えない。おとといきやがる。ああ、もうイライラする。時間の無駄なのよ。ほほほ、フォークだ。頑張ったかやりよ。よし、トーストのお時間。今朝は2枚食べたい気分ね。ねえ、準備はいい？わほー。あら、もしもし、どうしたの？うん、それマジ？あはー、温かいね。トーストになっちゃうね。うん、それでそれね。もうトーストなってない？んじゃ、一丁やりますか。すっ飛ぶぞ。準備完了。あら、トーストが。かけ直すわ。こうなるのほんと嫌。途中で邪魔が入ったわね。この貝面白いわね。お、この玉ねぎ美味しそう。やっぱり美味しい。配達です。あら、そんな予定だっけ。あ、彼氏だ。お花持ってる。で、今生玉ねぎ食っちゃった。消臭ミントガムでもいいわ。この際匂いが消えれば。噛んで噛んで噛んで、お口を満たせ。くっさい息よ。誰だ貴様は。この口の平和を守るものだ。かけようってわけか。乗ったぜ。来ないならこちらからパンチ。あれ、聞いてない。倒れろこの。必殺匂い消えろ。うわー、やめろ。効果は抜群。これでお口の平和は守られた。よし、
よくなった。このスパゲッティ最高の匂いよ。でも大事なものが足りないわ。チーズよね。あれ、何か始まるの？それって何？わー、くすぐったい。少しでいいわよね。いや、どうかな。もう十分っぽいけど。もうちょっとかけよう。いや、もっとかけよう。いや、さすがにもういいんじゃない？僕、小さくなりすぎちゃうんだけど。そうそう、これよ、これくらい。あ、もう、またこうなるのね。たっぷりかけれたわ。チーズ大好きだもん、しょうがないじゃん。暑い日と言ったら、やっぱこれよ。一口目の快感とくれば、うん。あら、素敵な場所。でももうちょっと涼しくできるでしょ。いてつく寒さに。うわ、冷たくて歯にしみる。でももう一口欲しい。あ、クリーミー。まだ平気みたいね。涙を流せ。それ。うわ、こんなに痛くちゃ食べられない。舐めれば。舐める？意気地ないわね。もう一撃、それ。うわ、やっぱ無理。ああ、もったいない。もう、なんだ、もう諦めちゃうの？おやつにしましょう。甘いものが欲しいわね。おいしそう。それもらえんの？手始めにちょっとから。こんだけしかくれないの？一本あんでしょうが。ほら、もっともっと増やしたっていいじゃないの。そうね、お腹空いてるし。その調子、いい感じじゃないの。もっともっと、ほら。人生一度きりだし。パンが見えてるうちはまだまだね。耳にも塗れればだけど。ああ、もうチョコだらけ、幸せ。全身甘いわ。やった。うわ、おいしい。おやつを食べちゃおう。おい、見ろよ、ミニトイレキャンディ。ロリポップ入れてみるね。わあ、おいしそう。いくぞ。マジで？俺たち友達だろ。中でしっかり入れて。先に流しといてくれよ。おいしそう。めっちゃ恥ずかしいんだけど。おいしい、舐めてみる？いいの？行くよ。え、それは無理、やめて。ブーン、レゴって楽しいな。超楽しい。ビューン、くらえ、ビューンビューン。うん、最高。楽しかった。次は何しよう。うわ、見て、フットボールか、あれにしよう。取りに行こうっと。待てよ、床にレゴが散らかってる。片付けた方がいいかな。ゆっくりと。快適。うわ、巨大な足が。ふぅ、今のとこ順調。簡単じゃん。バランスを取らなきゃ。うわ、足が。うわ、痛い。深呼吸して、痛みを消えろ。やっぱりめっちゃ痛い。大きいブロックだ。嫌なこと言うわね、このレゴめ。あ、そうだ、このテープを使ってみよう。へへ、天才的。まずは腕にテープを巻いてっと。体中に貼っていこう。貼り残しがないように。特に頭は大切。準備 OK。これで床に転がればレゴが全部くっつくはず。たくさんあるぞ。簡単に片付けられる。頭も使ってるし。え、何この子。いやー、めっちゃ楽しい。他のおもちゃもこうやって片付けよっか。バケツに入れてっと。どうなってるの。
ずっとこうじゃないといいけど。自撮りしよう。最悪だわ。これで終わり。前からこうやればよかった。やっとフットボールで遊べる。いただき。やったー。取れない。ちょっと失敗。もう嘘だろ。うわーすごい。夢中になっちゃう。この番組気に入っちゃった。うん、このポップコーン美味しい。もっと食べたい。うん、美味しい。止まらなくなりそう。あー美味しかった。あー、もうなくなっちゃった。もっと取りに行こう。うわ、くっついてる。うん、もったいない気もするけど食べられないから掃除してもらおう。ロボ掃除機頑張って。さあ始めて。うん、食べ物楽ちん楽ちん。うん、おいしい。塩気が足りないけど。うわすごい、頑張ってるね。君は僕の親友。君がいなかったら大変だ。全部掃除してね。夕食だよ。え、なんだ。あ、え、それはダメダメダメ。いただき。ダメだって、やめて。これは人間用だって。ポップコーン食べたい。いただきます。なんなの。うわ、ふう、間に合った。先生、勉強待ちきれないなんてね。あら、ジャレッド、授業を始めるわよ。約束はできないけど頑張ってみます。何の音。ジャレッド、起きて。ああそうだ、勉強しなきゃ。そのための学校でしょ。それでこの授業退屈だな。あれを飲もう。バッグに入ってるはず。ああこれじゃないし、これもいらない。あった、コーラ。数学って楽しいでしょ。ジャレッド見て、完璧だろ。教室では飲食禁止よ。わかりましたよ。これはテストに出るから、はい、よく聞いてて。チャンスだ、飲んじゃえ。貸しなさい。自分で買えば。クラクラしてきた。貸しなさいって。諦めないよ。望むところよ。うわ、気持ち悪くなってきた。俺のだって。うわ、吐きそう。うわ、あらあら、予想外の展開。ああ、何やってるの。なんてこと。いや、勘違いですよ。ベタつく飲み物が床にこぼれてる。聞いたことはある、見たことはなかったわ。自分たちで掃除して。先生のせいだ。何言ってるの。ほら急いで、時間がかかりすぎる。パーティーの準備しなきゃ。完璧にしたいから。デコレーションもできたし、食べ物も終わりそう。食べたくなっちゃった。でも我慢しなきゃ。大変だわ。次はラップ作ろう。マヨネーズが必要ね。よう、元気。マヨネーズ大好き。蓋は固いわね。絶対に開けさせない。閉じたままなんだ。めっちゃ固い。他の方法使ってみよう。なんとか開かないかな。やめろ、やめてくれ。あっち行け。これじゃダメだ。歯を使ってみよう。歯医者にはバレないわ。うわ、マジでやるつもりか。楽しめそうだ。いた。やっぱりダメか。どうしよう。待てよ、この風船を使ってみよう。これだったらうまくいくわ。風船を蓋の上に置いて、空気を抜けばぴったりフィットするわ。なんだこれは、かっこ悪い。やめてくれよ。あとは蓋をひねるだけ。やっとマヨネーズを塗れるわ。これでよし。なんだこれ、よくわからんけど快適だ。ほら見て、広げてっと。次はソーセージ、チーズも巻いていこう。めっちゃ美味しそう。出してくれ、許さんぞ。これでやっと休める。はぁ、友達が来た。パーティーしようぜ。めっちゃエキサイティング。来てくれてありがとう。うわぁ、ありがとう。これ食べない。ありがとう、お腹ペコペコ。うん、いい匂い。
味も最高、めっちゃ美味しい。やめろモンスターめ、何やってるんだ、出してくれ。あ、この授業退屈だわ。し、読書中なんだ。超ガリ弁。あ、このガム味がなくなっちゃった、いらない。完璧、見てた。ちょっと楽しめた。し、読書中だって。ちょっと楽しんじゃおう。キャンディを使って。うわ、ここはどこ？旅行してみたかったの。これは痛いかも。楽しい。え、何するつもり？あ、やめて。中に食品着色料を入れてみよう。いや、やめて、もうシャワー浴びたのに。髪がめちゃくちゃになっちゃう。お願い、ひどすぎるわ。うわ、色が変わったわ。これはもういらない。終わったの？え、どうなってるの？あれ、青になってる。すごいことになるわね、ジャレッド。話しかけないで。はぁ、キャンディ食べない？色変えてみたの、綺麗でしょ。え、キャンディ？僕にちょうだい。わかったわ。うわ、美味しそう。思ったよりも美味しくない？ちょっとがっかり。舌が青くなってる。よし、任務完了。完璧、改装がうまくいったみたい。もう何してくれるんだ。え、何のこと言ってるの。うん、見てろよ。うわ、空飛んでる、すごい。可愛い口紅ね、私にも貸してくれない？え、あ、友達になれそう。みんなも見てた？大したことないよ。あ、ママが待ってるから。バイバイ。じゃあまたね。待って、私はどうするの？うん、おやつの時間。何食べよう。うん、マシュマロが美味しそう。クラッカーもいいな。うん、どっちを先に食べようかな。難しいわね。うん、マシュマロにしよう。僕を食べて。そっちは無視して私を食べて。うん、どうしよう。よし、両方食べよう。マシュマロサンドイッチ作ろう。うん、快適。これからはベストフレンド。グッドアイディア。でも何かが足りないわ。生クリームを使えばもっと美味しくなりそう。雪かな。はあ、頭に何かついてる。めっちゃ美味しそう。ほら待ちなさい。何やってるんだ、夕食の前だろ。でも美味しそうなんだもん。ダメだ、代わりにリンゴを食べなさい。ねえ、僕を食べてよ、歯ごたえがあるよ。冗談でしょ。美味しいよ、食べてみなさい。まあ別にいいか。みんな、リンゴくんよ。はじめまして、僕はリンゴ、木になってたんだ。やばい、言い合いしてる。手がつけられない状態に。リンゴが怒ってる。やる気か、かかってこいよ。うわ、ぶたないで、すぐにあざになっちゃうから。かかったな。待てよ、パパがいない間に食べちゃおう。楽しみにしてたの。うわ、残酷、めっちゃ痛そう。食べられなくてよかった。ふう。ああ、疲れた。今日は怠けてもいいだろう。うわ、ベトベト。あ、電話か。もしもし。おい、公園に来いよ。ドーナツただだから急げよ。んー、ドーナツは好きだけど、今回はパス。咳が出て調子悪いし。え、ロボットがドーナツを配ってるのに。え、何？よく聞こえないよ。ふぅ、バレなかっただろ。よし、ソファーで寝ちゃおう。この枕柔らかいな。待てよ、コーヒー買ったっけ。うん。ね、元気？私のこと飲んで。飲みたいんでしょ、ほら。うん、そうだな。そうだな、飲んでみるか。入れたてのコーヒーは最高。あー、おいしい。ちょっと昼寝しよう。えへん、何やってるの？寝てるなんて。起きて、何やってるの？ママ、どうなってんの？ほら起きて、活動しよう。え、時間がないって。時計もないけど放っておいて。そんなこと言って。起こしちゃおう、起きてよ。じゃあね、どう見て。まだ寝てる、つまんないの。うわ、なんだ、コーヒーが効いてきた。
なんで効かないんだろう。わあ、ジャレッド、トレーニング中急に力が湧いてきた。よくわからないけど何でもできそうな気がする。イエーイ、その調子。でも、私が疲れてきた。頑張ってね、私休むから。おい、起きてよ。ね、放っておいて。ちょっと昼寝するね。どうにかしなきゃ。そうだ、コーヒー飲ませよ。飲んで。静かにしてよ。美味しい。というより最高。イエーイ、やった。暑くなってきた。私はいつも暑いわ。大変な一日だった。ちょっと休もう。ん、鼻に何かニキビ。うそ、しかも大きい。ヤッホー、ここは心地がいいな。ちょっとくつろわせてもらうよ。しっかり洗顔してるのに。あ、そうだ、メイクでカバーしよう。おい、俺アレルギー持ちなんだよ。やめろ。全然ダメ。あ、コンシーラー、これならいける。わお、いい感じ。でも色が違うぞ。嘘でしょ。こうなったら最終手段。おい、ダメだよ、落ち着いて話そうぜ。ごめん、ごめんね。なんてね、出ていかないよ。もうイライラする。ん、これ科学の時間。構成はとても簡単よ。つまんない、自撮りしようぜ。今や。何してるの。今すぐ携帯をしまいなさい。返して。楽しんでただけなのに科学は楽しくないの。わお、綺麗な口。フロスしてんのかな。パーティー。こうなったら一人で楽しもう。ガムを使ってね。僕うまいんだよ。ターゲットは決定。ナイスアイディア。準備 OK。 せーの、それ。うわー、これは、わー、綺麗。ちょこっとだけここで遊ぼう。ジェラード、もう出て行きなさい。僕じゃなくてレジーがやったんだってば。違うわ、私じゃないよ。髪の毛から取らなきゃ。わあ、危ない。髪の毛に捕まらないと。全然無理。わあ、こんがらがっちゃったみたい。痛い、取れたわ。気持ち悪い。もう僕は何も知らない。これ取ってよね、誰か助けて。このフライドポテト、いい匂い。ずっと楽しみにしてたんだ。わお、楽しそう。お腹ペコペコ。ポテトフライといえばケチャップだよね。どれから食べようかな。上見て。ヤッホー、元気。僕を選んで。たくさんあるな。これ、じゃあこれ。僕、僕、選んで。おしよ。よし、これにしよ。やっぱり僕、魅力的だからね。ん、ケチャップ。よっしゃ、たくさんつけて。まだまだあと少し。いい感じだな、生きてる感じ。わお、ケチャップが似合う。まるでファッション。おいしい。え、嘘だろ、まだ若かったのに。おいしい、ずっと食べられる。やめて。あれ、どこに行っちゃったの。退屈だな。ダメ、食べないで。もぐもぐもぐ。こんにちは。歯が痛くて。入ってもいいですか。もちろんですよ。はい、座って。助けてください。大丈夫、私に任せて。簡単簡単。はい、口を開けて。いや、ほら早く。触らないで。もう、ああ、
大成功。うん、何かあるわね。パーティーだ。もっと近くで見ないと。おい、眩しい。雰囲気が崩れちゃうだろ。サングラス持っててよかったぜ。そうだ、水を吹きかければ OK ね。わお、おいおい、シャワーはいらない。ダメね、こうなったら道具が必要ね。これ本気かよ。でも前回やったら歯が砕けちゃったから、ピンセットなら使えるかもね。行くわよ。ふう、ギリギリセイ。難しいな。また失敗なの。諦めろ、僕は出ていかないぞ。取れた、大きな雨ね。おお、すっきりしたよ。奇跡だ、ありがとう。仕事だからね。ワンワン、離れろ。で、遊びの時間はもう終わりよ。天気が最高、今の気分にぴったり。おいしい。あれ、ない。あ、電話。でもアイスが ここに置いたか。もしもし、元気？本当に暖かいよね。気持ちいい。どうぞごゆっくり。僕は日焼けでもするかな。暖かいな。ちょっと汗かいてきた。体を冷やす方法はないかな。もしもし、暑いんですけど。おいでよ、今プールの近くにいるの。楽しいよ、ライフガードもイケメンだし。もうダメ、僕のこと忘れてるでしょ。溶けちゃうよ。液体になっちゃった。こんな死に方ってありかよ。最悪だ、世界よ、さよなら。久しぶりに会いたいし。私のアイスが。美味しかったのに、もういらないわ。でね、ライフガードに友達がいて。ウケる。リジー、これ見ろよ。はいはい、面白いわね。ほら、これも面白くない。わかったって。どうやってんだろう。お腹が空いたな。あ、分けてあげようかな。一口欲しい？欲しいでしょ。ジェラード。ごめんって、叫ばなくてもいいのに。あ、いいこと考えた。よし、ちょっと待つのみ。ここはどこだ？おい、何が起こってるんだ？ダメだ、手を使うしかないか。少し潰せば OK。 うわ、うんこみたい。完璧だ。リジー、どう反応するかな？おいおい、なんでだよ。食わないのかよ、俺うまいんだぞ。あの、リジー、今度は何よ。行こうぜ、つまんないからさ。まったく、嫌な予感が。やめて、お願い、ストップ。ああ、やった、大成功。気持ち悪い、うんこがついた。なんでこんなことに。え、ビー、もう子供なんだから。はあ、退屈。ネイルやってほしいなら座って。この爪どうにかなるかな。見せてくれなきゃわからないわ。それほどひどくないわよ。ヤスリをかけなきゃいけないけど。さあ、解体作業を始めるよ。正確な角度でやらないとね。
そうそう、この角度だよ。さあ、行きますよ。さあ、始めよう。電動工具が必要だね。このドリルじゃないよ、電の子だ。大仕事になってきたぞ。ちょっと危なくなってきた。大丈夫、続けて。よし、続けよう。はい、できたわよ。汚れる仕事だけど、誰かがやらなきゃね。綺麗になったね。ありがとう。99回、100回。はあ、次は毛抜きだわ。わーい、僕の出番だ。眉毛を抜くのって嫌いよ。痛い。眉毛さん、形をきれいにしようね。うん、きれいに抜けた。毛が多いな。でも最後までやらなきゃ。なんで綺麗な眉になれないの？うん、誰もいないよね。やめて。鼻は嫌だよ。抜けた。痛い。ひどい場所だった。こんな仕事聞いてないよ。あなたの役に立てるなら。これで終わり。よし、ありがとう。よく撮れたよ。いい一日よ。こんにちは、写真お願いします。もちろん、座って。はい、いいですよ。ちょっと顔にパウダーをつけてくれるかな。ああ、はい、ブラシとパウダー持ってます。さあ、お仕事だね。僕の髪、誰より綺麗でしょ。すぐできますから。わお、楽しい。余分な粉を落とさなきゃね。よし、これで顔がテカらないよ。綺麗に映るはず。アクション。ごめん。用意できました。そう、なら行くよ。チーズ。さあ、通って。次は君の番だよ。ちょっと待って。ダメ。入りたいならアイメイクを直して。すみません、直します。いけない、マスカラが乾いてる。ああ、カラカラだ。潤い、潤いをくれ。これじゃ足りないよ、残酷な世界。さよなら。どうしたらいいの？ねえ、助けて。はい、水をつけたらいいはずよ。水、潤い。ずっと良くなったわ。待って、チェックするから。いいね、入っていいよ。いいよ。楽しい仕事だな。ちょっと変わってるけど。ああ、よく寝たわ。一日の始まりよ。メガネはどこかな。うん、よく見える。履きにくい。このピアスかわいいよね。さ、次はコンタクトね。でもつけたくないわ。ガーガー、アヒルさん、行くわよ。寒い、乾燥する。さっさとやっちゃおう。嫌だよ、戻して。目に入りたくないよ。ダメ、やめるわ。
家が一番だよ。今日はメガネにするわ。うー、危なかった。あ、どうもありがとう。これ、なんでこんなに遅いの？待ってる間にメイク直ししちゃおう。ちょっと、何これ、いつの間に。すぐ潰さなきゃ。やめて、やめてよ。潰したら余計目立つわ。どこかな、すぐに隠さなきゃ。このファンデを使おう。でもつけすぎないで、適度な量で。よし、行くわよ。作業命令が出たんだよ。ああ、これなんかいいね。君を隠すようにって書いてる。もう一度塗らなきゃ。ああ、マシになったわ。ああ、いった。ああ、間に合ったわ。綺麗だね、これ君に。ぐっすり眠れたわ。暖かいシャワーを浴びたらすっきりするはず。このシャンプーいい香り。泡立ちもいいし。どうも、君の髪をきれいにしますよ。頭皮マッサージってすごくいいのよ。ふう、疲れる。耳も洗ってね。目に入っちゃった。目玉も綺麗に洗うんじゃない。ああ、マシになった。やめて、水は敵なのよ。排水口は嫌よ、やめて。やっと授業が終わったわ。教科書をしまおう。やだ、彼かっこいい。髪を直さなきゃ。そうだ、もう一つ香水をつけよう。手伝ってあげるよ。僕って素敵だよね。もっとつけて、もっともっと。さあ、準備 OK。 ああ、いい匂いでいっぱい。おっと、この匂い強すぎるよ。いやあ、君たち、こんにちは。わあ、見て見て、今夜はパーティーなんだ。みんな招待されてるみたいね。私も絶対行く。まずはメイクのチェックしなきゃ。くすぐったいよ。アイシャドウを直してっと。くしゃみが、くしゃ。悪くないわ。よし、行きましょう。このクラブ素敵だわ。 DJ もノリがいいしね。ふん、ちょっと休憩。スプライトください。あいよ、お待ち。この歌最高。いけない、リップがグラスについちゃった。直さなくちゃ。いつも持ち歩いててよかった。お呼びでございますか？おう、塗り放題だ。腕の見せ所、自分で言うのもなんだけど、いい色でしょ。もうちょっと念のため塗っとこう。いや、調子はどう？歯にリップついてるよ。嘘でしょ、恥ずかしすぎる。歯が真っ赤だ。
よし、シャワーのお時間。シャワーって本当に生き返るよな。そうそう、これこれ、そう来なくっちゃ。髪をしっかり洗わないと。いやー気持ちがいいな。うひょう、アワパーティーの始まりだ。これをちょっと、それからこれもちょっと。俺よりうまく踊れるやついるか。おう、下になんか見えるな。行くぞ。いった、なんだここは。声が響くな。ああ、待て、目のことは謝るって。ふう、すっきりした。よし。うわあ。いらっしゃい、爪見せて。恥ずかしがらないで、お店。いやん、あんたそれ下品よ。私が直してあげる。まずは爪やすり。爪って役回りは退屈だな。うわ、やめろよ。おう、やめろ、頭が台無しに。ああ、もうおとなしくするか。はい、ご覧なさい。わあ、すごい。違う色を試すわよ。まあ終わってみればツルツルになったかな。なんだこれ。まあ悪い色じゃないな。じゃあ音色仕上げるわよ。この色の人生も悪くないな。おや、太陽が消えた。素敵、気に入ったわ。はい、どうも。いやー、今日はショッピング日和だったわ。買ったものを眺めるのが楽しみ。まずは袋。そうだ、この香水匂いが良かったのよ。ちょっと一吹き。うわあ、おや、ここはどこだ。なんだか暗いな。おい、ああ、なんだ、新切りか。ああ、どうも、香水です。あ、あ、拍手。おいおい、匂い撒き散らすな、兄ちゃん。すいません。髪の毛しっかり拭かないとね。よし、いい感じ。待った、なんだこれ。こいつは鼻毛か。汚っ、処理しなきゃだな。あー、これは痛いぞ。はーい、抜くわよ。それ抜けろ。わ、これは頑固な鼻毛だ。で、この原理でこう。ほらほら、抜けろ抜けろ。抜けた。うわ、鼻からゴリラ出てきたわ。これでいい男の完成。うん、疲れたな。さて、コンタクトはどこだったっけ。よしと、入ってくれよ。うわぁ、ここ明るいなぁ。日陰に入ろうと。いって。よし、もう一度。こっちならどうだ。いって、もっといて。よし、今度こそ。あ、そうか。こうやるんだ。入ったかな。よし、これで周りが見える。ヒゲも揃う。
あ、ケビンにデートに誘われたわ。準備しなきゃ。そう、この色が欲しかったの。この新しい香水もね。いい香りだわ。いけない。あと一つやらなきゃいけないのが。でも逃げるわけにはいかない。アイライナー、こいつがラスボスなのよ。よし、今度こそはスムーズに。できた。こっちはうまくいったわ。でもこっちの目はもっと難しくて。わあ、うははははは。驚いた？笑い事じゃない。いや、笑い事だろ、特にその顔。いい加減にしてプッツわよ。よし、もう一度っと。んじゃ、俺の歩きを見せる時が来たな。まっすぐ歩くのなんて余裕よ。ああ、腹がムズムズする。順調順調。アクション。うわー、倒れる。マジで言ってんの？逃げなきゃ。食べ物が口を開けたらいろいろ言ってきそうですね。どういうことかご覧ください。さあ、世紀の大噴水実験よ。さあ入れちゃってクリス。ああ落ちる。お、どんくらい落ちてきたの？何があった？バカ人間のせいよ。大丈夫、仕返ししてやるから。炭酸大噴火！わあ、今日の TikTok 弾けてるわね。でもこのブロッコリーは微妙。あ、落とした。下に入っちゃった。ちょっとゴミついた。で、キャンディーある。去年なくしたと思ったやつ。アディさん、見つけてくれた。いや、ダイエット中。ちえ、あとちょっとだったのに。野菜の方が体にいい。もしもし、私の方が美味しいですよ。そう言われると甘いストロベリー味が欲しくなる。しかもほぼ新品だし。ほら、私が欲しいでしょ。ダイエットは明日から。何口かなら。こっちの方がいいはず。あとでサラダ食べればさ。私を愛して。待った、自制心自制心。私のこと愛してくれないの？こうなりゃ最後の手段だ。ほらほらほら、欲しくなる。キャンディーないと死んじゃうでしょ。キャンディー欲しい。そうそう、私だけを見て。一口だけでも。そうね、一口だけなら。さあいらっしゃい、近くに来て。ああ、もうずっと舐めてよっと。ブロッコリーは二度とごめんだわ。ああ幸せ。ねえ、私綺麗かしら？すごく綺麗だよ、マディソン。ゴージャスな唇。待ってて。うお、ゾウも倒れる匂いしてる。失礼。くっそ、ガムどこ行った？これで大丈夫かな？異常なし。匂いの源はどこだ？つけたぞ。バイキンが悪さしてるんだ。私が許さないぞ。バブルガム、現れた主な。ぬしししし、し、俺を倒してみる主。なんだ、雑魚か。それはどうかな。主、当たるわけないわ。
それが本気？このパワーに勝てる？そりゃ！ぬしししし、外れ！準備運動はこれくらいね。それ、どうだ？ぬし、早すぎる！なんつって、まだまだ遅いぬし。優しくしたら図に乗って。さささ、さすがにでかすぎるぬし。はぁ、アクは滅びるのよ。他は綺麗かしら。任務完了。うまかった。よし。で、何の話だっけ。何よ、用済み。おやし入りだね。はぁ、何なの。格好決まってるかな。よし、行くぞ。ファーストキス。よっしゃ、勝った。あ、そうだ、これがあったんだったな。だんだ、俺たちのこと見てやがんぞ。いただきます。無限に食べれるな。俺を食おうたってタイヤが下ろさねえぞ。最後の一個。なんだ、割れない。歯で言ってやる。でやんねえ、ベラボウめえ。くっそ、割れろ。おととい来やがれ。もう怒ったぞ。割れろ。でてててて、椅子の足、これなら。ダメかよ、もう諦めるか。仕方ない。ただいま。お、ピスタチオだ。とととと、いけねえや。もうらいっと。おいしい。お友達との食事楽しいですね。でも最後の一枚はどうするタイプ。食べていいよ。ありがとう、じゃあ遠慮なく。俺はこっちをもらうよ。辛いやつ乗ってる、苦手なんだよな。そっち大丈夫？だ、大丈夫。なんだここは、面白そうだな。ちょいと熱くしてやっか。そうこなくっちゃな。口の中が火事だ。クリス、あなた大丈夫なの？何か飲み物ないかな。あ、それ牛乳ですか。勝手にもらいます。口が火事なんで。どう、熱源を確認。こっちには気づいてないな。これが俺の役目だ。おい。は？なんだ。もうその火消すからな。ああ、せっかくセットした髪が。一丁上がり。私の存在意義は辛さだ。もっと辛くしてやる。学習能力ゼロか。ああ、また。わかったわかった、降参だ。だろうね。うわ、焦った。それ別のお客様の。子供じゃあるまいし。辛いの苦手な人もいるじゃんね。うわ、あと2点。くっそ、また負けた。おや、いつの間にこんなものが。美味しそうだな。一つ食べても平気だよな。しかも好きな味だ。そうだ、これだこれ。もう、ここって素敵じゃない。どの鳩を近づきになろうかしら。どの子も素敵ね。一口目がいつも一番だな。でも二口目もいっちゃう。あなたをお砂糖でベットベトにしてあげるわ。
もうずっとベッドベッド。それどころか私の印までつけちゃう。いいわね。いって歯にしみる。この歯は一生私のもの。ゴージャス。お次の歯ちゃん待ってて。うわ、歯医者行かなきゃ。甘いのはもういいや。先生、助けてください。先生、食べ物が口を利けたら何と言うでしょう。よし、キャッチするぞ。うわあ、あなたって腕太いのね。あれ、この音は爆発するのよ。うわあ、やめとけよかった。止めるにはこれしかない。はあ、これもあり。何？今度車買うの？見たらびっくりするわよ。もう休憩終わり？そんな早く食べられない。さよならバナナさん。いて、行きましょう。うわぁ、めっちゃ痛かった。あざになるやつだこれ。止まった。俺に気をつけて。お姉さん下見て、下。危ない。え？うわぁ、なにこの床、スケートリンク？ふぅ、危なかった。いや待って、まだ滑る。わぁ、誰か止めてください。止まらない。うぅ、やっと止まった。きったな。そうそう、ここに来るはずだったんだ。器いっぱいのオレオとなればパーティーよ。あ、オレオ、愛する愛するオレオ、一日中食べたかったのよ。そうだ、忘れるとこだった。あれ、ちょっとどうしたの？うわ、剥がされる。ダメよ。そうそう、オレオの食べ方やっぱこれっしょ。彼を返して。うん、二人のことは忘れないよ。置いてかないでくれ、クリーム。ああ、やっぱこれがうまいのよ。クッキーはいいや。また二人になっちまったな。次のクリームどこで探せばいいんだ。やっぱり大事なのは健康ランチ。いただきます。うん、ドレッシングが完璧。クルトンも忘れずに。おいしい。最後の一口は？ちょっと刺さりなさいよ。逃げんじゃないわ。絶対捕まえてやる。そりゃどうかな。もう刺され、トマト。ベロベロバー。もうこっちは本気なんだからね。3対1よ。ほら、こっち来い。そんじゃさよなら、お嬢さん。え、なんだこりゃ、ほこりの塊。やっほー、今日から友達ね。これでもう誰にも食べられない。最強じゃん。チュー、食べられなくなった。おい、触るんじゃないよ。あー、きったな。口に入れるとかないわ。じゃあ、このピザ超いい匂い。ハロー、エクストラダブルチーズ。今のは何？ジャンクフードは隠せ。おや、なんだここは。よしっと、おやつ持ってきたわよ。へへーん、ピザの箱？ジャンクフード食べてたの？禁止です。そのうち私に感謝するわ。ママ待って、
俺のことはお構いなく、ここにいますんで。お掃除の日よ。はたきをかけましょうね。よし、これは一体全体何なの？おう、誰にも見つけてもらえんかと思ったぞい。ご機嫌いかがじゃ。汚いわ、くっさいし。おい、一体わしをどこへ。うわ、吐きそう。なんと失礼な。おい、こら、この動画面白すぎ。ああ、寝る時間ね。忘れるとこだった。でも味が残ってる。なら後に取っとこうっと。ここはいい眺めだわ。髪の毛もたっぷり。じゃあおやすみ。ここだ。ああ、快適。わあ、私疲れたわ。髪の毛って柔らかいのね。もう朝になった？ぐっすり眠れた。あれ？これ何？やっぱやめときゃよかった。キャー、キャラまってる。でも超気持ちいい。最悪なんだけど。イエーイ、どこ行くの？切った方がいいかしら。包丁？ゾイ、ダメよ。うん、できない。いや、凍らせればいける。冷やせばいいって聞いたことあるわ。うん、寒くなってきた。天才。うん、腕の感覚なくなってきた。落ちる。うまくいった？よかった、危ないとこだったわ。どうも、アイスクリームください。おう、思ったより大きい。鍵はどこだっけ。あれ、全然出てこない。それどれぐらいかかる。忘れたとか言わないでよね。うわー、日差しが暑いわね。もう溶けそう。もうこれ以上は無理。私の終わり。あった、思った通りの場所だった。ってやば、3ドルもしたのになくなっちゃった。もったいない。誰のせいだと思ってんのよ。このゴミ箱臭いんだけど。ちょっと一口食べよーっと。いい気分。うわー、歯がいっぱい。全部きれいに磨いてあげよう。これ朝ごはんのパン？取り除いて大丈夫よ。きれいに、あらあら。あれ、ガム引っかかった。矯正器具が。いつもこうよ。それで乱暴しないで。うわー、やだねー。取れた。このカフェ超かわいい。君が気に入ると思って。そうだです。うん、開けてあげるよ。俺のエリーのためにな。泡立ってるだろ。大丈夫、落ち着くから。コップ全然入ってない。これで終わり？泡で終わりなの？まあそういうこともあるっていうか。そっちはどれだけ泡立つのよ。こうやってグラスに当てて。泡立たないでしょ。これすごい、どうやったんだ。ちょっとしたトリックよ。今度は私のやり方でどうぞ。よし、パーティーの準備できた。
あとちょっとだけど。ふう、一番大きな風船だな。こんがりキツネ色、完璧。扉を忘れてたわ。さて、デコレーションしましょう。まずはお皿に移して、よしと。三段重ねのケーキは手間がかかるわね。まずはお気に入りのジャム。さて、開いて、開いてください。こうなったら最後の手段。うわ、風船が飛んでた。気をつけろ。おりゃー。あら、この風船どこから飛んできたの？意味がわからないわ。いや、意味がわかったかも。膨らました風船を乗せてしぼませると、よし、これでグリップになるわ。ジャムを塗りたくるわよ。これはさぞ美味しいわ。ジャムの層2つ目、そして最後の段。みんなホイップクリーム好きかな。スプリンクルもかけてね。美味しそう。これで出来上がり。なんかあるかな。え、これで終わり？こんなの朝ごはんじゃない。なんかあるかな。そろそろ買い出しか。じゃあ、めんどくさい。じゃあ、このままずっと空腹ね。いや、今同じこと考えてる？電話一本で朝ごはん。出前お願いします。7番を2つ。全部追加で。テクノロジーって最高。この家で合ってるかな。来たわ。助かったよ。早く、もう我慢できない。絶対美味しいわ。これは君の。ありがとう。これは俺の。お箸な。さあ、ご会長、一気に平らげてやる。一口目が一番おいしい。うん、私もお箸で。うまくいかない。ちょっと一口よ。どうやって使えばいいのこれ。一本取れた。よしよし、もう少し。ダメ、これじゃラチが開かない。どうしたんだ。お箸がうまく使えないのよ。んじゃあコツ教えるよ。取って食べたりしないよ。これなら広く使えるだろう。これで簡単に。はい、どうぞ。これで簡単に。確かに多く取れそう。わあ。焼きそば博士ね。おい、後ろ後ろ。あれ、ケチャップどこに出そう。お皿取ってこなきゃ。いや、でも見逃したら。どこかにお皿は。ここはお皿どこ行ったんだよ。ああ、じゃあお皿なしだな。なんか見逃した？いや待てよ、答えはずっとここにあったんだ。やってみるか。そーっとここを折り曲げて、これでケチャップ置き場の出来上がり。つけた方が美味しいだろ。よっしゃ、つけまくれ。ああ、これこれこれだわ。これは私の大好物、そう、ゆで卵よ。ゆで上がったわね。殻を剥いて、中を取り出して。
でももう少し一工夫、ハート型の型を使うとね。10分経ったかな。料理は見た目から。ハート型だと卵美味しそうね。ダビーッ、まだ寝てるみたいね。デビット起きて。母ちゃんもうちょっと。あっちに持ってってあげようかしら。コーヒーも一緒にね。朝ごはんが向かうわよ。デビット。朝ごはん？俺にか？うわ、美味しそうだな。ママ最高だよ。愛する息子のためよ。ハート型の卵なんてあんの？ハート型の鳥が産む？すごい。私の秘密よ。楽しんでどうぞ。アスとくれば卵だよな。溶いていくぞ。これやるの好きなんだ。ああ、腕が疲れてきた。だんだん汗も出てきたな。息がもう耐えられない。ああ、休憩だ。まだ全然終わってない。酸素が足りない。これ結構風強いな。いや、これだ。俺って天才。扇風機のガードを外してお箸に接着剤をつける。これを扇風機の羽に取り付けたら他の羽にも同じように。これで完成だ。これをトップスピードで回してやろうぜ。よし、スタート。君がほぐれていくぞ。泡立ったら完成さ。汗一つかかずに終わり。うん、おいしい。ライム？ベロチェック。うん、すごくいいね。パーティーの飾りみたいだ。ピンクだわ、私のお気に入り。おいしい。わお、口の中？そうだ、やったな。どうして全部動いてるの？うやごっくん。うん、これを見て。まだまだ食べられるわ。あ、そうだ、チップをくれよ。ピンクマスタード？よし、試してみよう。待てよ、ピンクのものといえばこれと合わせたらどうだろう。行くぜバービー、くっついて。あら、うん、マヨタイムだ。あら、気分が悪いわ。あ、出てきた。すごい、最高だ。ちょっとグロくて超うまい。なんか変。あれ、詰まった。おい、出てこい。まだ終わってないぞ。あるのは知ってんだ。すっきり。君のためだからね。ありがとう、気分がいいわ。トリックを使ったよ。作業に戻ろう。ほら出た。ありがとうバービー、ディッピングを始めよう。ほら、完璧なペアだ。うん、これはやばい。うん、またね。うん、あ、またチップが歯に挟まった。取り出さなきゃ。用事をお願い。ありがとう。もうどこなの？やだ、最悪だわ。もう一つ。ありがとう。誰か用事を出した？かなり奥ね。ガーン、まただわ。足りない。もう、じゃあもう一度。あの、ハロー、頑張ってるんだけど。詰まっちゃったのね。もう一本ちょうだい。うん、や、あら出たわ。うん、これはハードだな。ちょっとだけ水をくれない？ヘトヘトなんだ。25、まださ、あ燃やすわよ。うん、うわ、失礼だな。
やだ、髪が。なんで動かないの？やだ。どうさ、僕がいるんだ。やめてよ、離して。やだ、こら、やめろ。よし、ひどい、なんでだ。ふう、危なかった。もう終わりだ。やだわ、これで取らなきゃ。さよなら。何をしてるんだ。これでいいはず、すぐ取ってあげるわ。気持ち悪い。気分転換が必要ね。わあ、大きいわ。もう少しやらなくちゃ。完璧。ああ。やだ。こうすれば、もう、お願い。そうだ、こうしよう。傷になっちまう。痛い。やっと入れたわ。嫌な音がしたけど。これはまずいわね。あれを買ってよかった。壁が喜ぶはず。ハンドルにスライドさせるだけ。おお、すごくいい。パーフェクトフィット。本当だ、マイルドな気分だぜ。しかも無料。新しい僕だ。ほら、素敵だろう。テストしなくちゃ。いいね、やってみよう。うまくいった。見て、バウンドしてる。大成功ね。やった。まあ、僕かっこいい。一日中やってられるよ。バッチリ。今のうちを。やった、袋を開け起こしてるわ。音がうるさいわね。ごめんなさい。静かにするね。早く開けて。嘘でしょ、音うるさすぎるし。もう開かない。ちょっと映画聞こえないんだけど。あと少し。やった、残念、パーティーの終わり。悪かったわね。よし、誰も見ていないわよね。チョコレートの時間よ。袋を開けちゃえ。わお、今の何の光。やった、袋が開いたよ。おいしそう。わお、揺れる。チョコレートの時間よ。いくよ。おお、最初は赤ね。おいしい、この色大好き。今度は私を選んで。うわ、茶色か。え、戻した。今度は私よ。黄色はまあまあかな。あ、やば、みんなが来ちゃった。見て、チョコレート。やった、ちょうだい。何が起こったの。嘘でしょ。あ、つまんない。まあ、ないよりマシか。このアボカドの赤ちゃん、かわいい。ズッキーニは微妙だけどね。うわぁ、何よ。起きて、遊べよ。静かにしてよ。また寝るのね。マラカスなんてどう。ほら、起きて。やめてってば。それ、遊べよ。もう、嘘でしょ。やっと起き上がる準備できた。目覚まし時計って最悪。なんだって。お知らせがいっぱいですよ。はあ、たくさんね。パッと見ておこう。くすぐったい。面白いビデオ。わお、上手だね。話せてよかった。ね、時間を見て。もうこんな時間。嘘、捨てられちゃった。遅刻しちゃうし。
やだ、充電が切れちゃった。はあ、もう充電器があるから充電しておくか。お腹空いた。何か食べ物ないかな。ブロッコリーはいいや。引き出しは、でもお腹空いたしな。あ、バナナだ。リラックスできる。いいこと考えちゃった。誰、何か用？熟されているし、皮を剥いてみるか。お着替えの時間ね。ちょっと楽しい。まだまだいくかな。最後の一枚、生まれ変わった気分。よし、いただきます。あ、スーパー行ってきたの？美味しそうなお菓子がいっぱい。ポテチかバナナ。ポテチの勝ち。私を放っておくっていうの？信じられないわ。これでよし、スマホの収集完了。あ、隠さなきゃ。みんな出したわよね。し、スマホ静かに。やめろ、バレちゃうだろう。テストの準備はできているかしら？よし、今のうちだ。スマホを使おう。合格してやるぞ。楽しい。質問3の答えはこれね。他のカンニングペーパーは。やめてくすぐったい。し、静かに。まだ大丈夫。みんな、私はここよ。嘘だろ、静かにしろよ。ダメだって。スマホカンニングしているのかしら。今すぐ持ってきなさい。わかったよ。はい、机に戻って。ごめんね、でも私は私なのよ。次の教科書はこれね。これ見て、信じられないでしょ。わあ、嘘でしょ。いいねがたくさん。すごい。私も TikTok 作ってみようかな。どれどれ、この場所がぴったり。カメラをここに置いて、ダンスタイムよ。リラックスしちゃおう。こら、落ちないでよね。イライラするな。どうすればいいかな。あのベンチならいけるかも。よし、テイク2。バイバイ。ダメ、ダメだって。ほこりがついちゃった。さすがにここは大丈夫なはず。本で固定できるからね。動かないでよ。また踊ってる。でもこの本意味ないのよ。もうなんでよ、なんでこうなるの。こうなったら最終手段。はあ、テープで貼れば安心。壁にくっついちゃった。わかった、今度は最後まで見るわね。よし、フィニッシュ。確認してみよう。やったー。食べ物何かないかな。あ、あら、わたしかわいいでしょ。うん、おいしそう。楽しいわ。でもどうしたの？なんで止まるのよ。いいこと考えちゃった。ホイップクリーム。
きっとイチゴがもっと美味しくなるはずよね。わあ、楽しい。しかも美味しい。いただきます。うん、最高の組み合わせ。もっとホイップクリーム投入。わあ、すごい、たくさん降ってきた。今日のおやつは素晴らしかったわ。うん、これは癖になるわ。すごく柔らかくてふにゃふにゃしてる。全然飽きないわ。あなたも私もね。そうそう、そこよ。とっても気持ちいい。私のコリがどんどん取れていくわ。ねえ、やめないで。あなたの手は最高ね。うん、この大きい塊を絞り出したい。さあ、全部出すのよ。そんなつもりで頼んだんじゃないわ。やめて。やだ、私ったら何しちゃったの。ハードにやりすぎたわ。まるでモンスターよ。ケーキはもうすぐ完成よ。あとはデコレーションだけ。クリームがあれば間違いなし。ただ重ねるだけ。多ければ多いほどグッド。それにシェフにもちょっとしたご褒美があるの。そうよ、素敵でしょ。でもまだ終わってないわ。もっとスペシャルなものがあるの。このクッキーをトッピングするのよ。すっごく美味しいんだから。あら、あなた本当に優しいのね。今すぐあなたを食べちゃいたい。嬉しいこと言ってくれるわね。でも今は我慢。ここに置いてみるわね。今日は私のラッキーデーね。うん、とっても美味しい。ダイエットはおしまい。小さな工夫が違いを生むの。もう嬉しくて涙が出ちゃう。とろけるほど甘くてクリーミーな天国ね。見た目はいいけど味はどうかしら。早く試さなくちゃ。わあ、すごい、私って天才。待って、この後味は何。う、気持ち悪くなってきた。やだ、最悪よ。うーん、お腹が痛い。とっても辛いわ。もうやめて。終わった。ほっとした。やめて、そんなこと考えちゃダメ。あなたソフトでいい感じ。お願いよ、話し合いましょう。あなたは私のものよ。ちゃんと使ってあげなきゃ。まるで悪魔だわ。なんて残酷だし、怖い。ああ、美味しかった。あら、そこが開いた。ラッキー。うん、ジューシーなホットドッグが大好きなの。でも何かが足りないわ。大丈夫、分かってるんだから。ホットドッグにはケチャップが欠かせない。相性バッチリなんだから。さ、出すわよ。いや、出たくない。あなたには無理よ。振ればいいのかしら。ちょっと、やめてくれない。何がいけないって言うのよ。ああ、もうイライラしてきた。もっと振ってやるんだから。もしもし、誰かいます。何か見えた気がする。出てきなさい、今すぐ。いやよ、ここは私の家なの。もうダメ、吐きそう。ちょっと、本気で困るんだけど。これで終わり。これでどう。ダメ。冗談でしょ。ぺったりついちゃった。トマトの匂いまで。全部台無しよ。でも少なくともホットドッグにケチャップをつけられたわ。なんて美しい日なの。このチャンスにバッチリ日焼けしなくっちゃ。すぐにこんがり焼けちゃうわね。ああ、最高の時間。外はとっても気持ちいいわ。おお、靴ひもがほどけちゃった。ちょっと待ってね。ちょっと、座る前にちゃんと見て。ダメよ。ああ、危なかった。結んだ方がいいわね。事故はごめんだもの。そうだ、いい考えがある。動画を撮りましょう。ほら、サニー、楽しいわよ。あら、オッケー。ほら、練習した通りにするなよ。できた。ふふん、早速見てみましょう。バッチリだったと思うわ。わお、とってもいい感じ。ちょっと待って、これは何。もしかしてうんち。嘘、そんなはずないわ。ダメよ、どっか行って。今日はリラックスできると思ってたのに。人生って儚いのね。どこ、どこなの。あなたってどうしていつもこうなの。笑い事じゃないわ。でも問題ないわ。何、これで解決。サニー、ここは外よ。恥ずかしいじゃない。落ち着いて、全部計算済みなんだから。え、本当にそれでいいの。ええ、そうよ。さあ、行きましょう。ああ、なんて美しい日なの。とても自由な気分。私は一体何を見たの。ああ、ちょっと待ってよ。え、何これ。
大きい。なんだよ。消してやる。うわあ、爪が痛い。消えないんだったら隠すしかない。おお、多すぎる。これで OK でしょ。眉毛伸びてきたな。原始人みたい。ピンセット出番よ。おい、任せて。あと少しじゃなくて、これは、よし、いける。ナイス。え、使えないの。次は仕事の時間だ。全部ゲット、やった。うそ、抜きすぎちゃった。唇がプルプル。また今度ね。他も綺麗にしないと。うわ、眩しい。僕の番来た。最後に綺麗にしたのいつだっけ。こんなの顔につけられない。でも洗うのめんどくさいしな。あーに、ちょっとやめて。あ、これすごい粉っぽい。そうだ、いいこと考えた。この中に入れるの。しっかり吸い込ませて。よし、気持ちいい。石鹸もいい匂い。次は電子レンジ。2分間ね。あと数分休憩ね。できた。あっち、見て、これ美しすぎる。やった、綺麗になった。ずっとこのままでいたいな。綺麗になったし、早く使いたい。準備はいい？え、もう？綺麗になったばかりなのに。うん、やっぱ綺麗だと最高。でもまた綺麗にしなきゃ。うわー、長い髪の毛って大変。それそれ、もういいから。ほら、終わりだってば。まったく。うわ、ライオンみたい。どうにか落ち着かせなきゃ。もう絡まっちゃった。なんで櫛が通らないの。髪の毛いい感じ。触らないでよ。髪の毛サラサラにしたいのに。嘘、こんなに抜けちゃった。へへへへ、ゲット。ちょっと気持ち悪い。ちょうだい。うわ、これでコームが綺麗になった。アニーの髪の毛美しいな。コーム、ありがとう。みんなに見せびらかさなきゃ。うわ、今日はとっても楽しかったよ。そうね。じゃあおやすみ。あのね、バイバイ。また明日。お、チューされた。ん？これは、もしかして。やっほー。じゃあ、一緒に帰るか。よく寝た。このグリッター、くっつくな。邪魔。死ね。行け、頑張れ。やった、超うまいじゃん。すげえな、超クレイジー。私のこと見てる。おい、なんかついてるぞ。このグリッター、なんか取れないんだよな。あ、ちょっと取れた。ちょっと、信じられない。
私の髪どう？はあ、全然寝れなかった。うわ、そのクマやばすぎ。え、顔がこんなに疲れてる。本当に疲れてるわね。やば、浜で眠そう。綺麗にしなきゃ。マシになった。綺麗。うわ、このシャツくっさ。見てないわよ。どう？ダメ、そのシャツは絶対になし。え、マジで？ちょっと私に投げないでよ。これおしゃれじゃない？映画のスターだぜ。リアルとでも思ってるの？いや、これが僕っぽい。似合ってる、ナイス。仕上げはコロン。エクシュ、アレルギーかしら。髪の毛はどうかな？もうちょっと。大丈夫、こうすればいい感じ。今日もイケメン。また明日ね。このドレス可愛くない？ちょっとやだ。何？汗がやばい。恥ずかしい。化粧直さなきゃ。このブラシ最高なの。サラサラ、汗もすぐなくなるはず。余分な粉よ、もちろん。つけすぎちゃった。すごくない？ あと少し。汗なくなってきた。すごく気持ちいい。鼻も忘れずにね。できた。これでどう？いいと思うよ。ちょっと鏡が必要ね。さらさら。うん、最初から始めてみよう。好きなメイクができるわ。唇は赤。うまくいった。また失敗なの？目はうまくいくかも。うわー、綺麗な青。うわー、やばい。マスカラワンドも最悪だし、両方大失敗。ごめんねー。責任取ってもらうわよ。どうなるか分かってるの？うわぁ、食べられるメイクのチャレンジみたい。私が先よ。ダメよ、私。じゃあ決めてみよう。どっちが先に開けるべき？準備はいい？わ、見て、私よ。あ、巨大なアイシャドウパレット、これを試してみるわ。黄色がいいかな。色がついてない。そうか、これ食べ物なんだ。え、何かあったの？うわ、見て、アイシャドウ大好き。くすぐったいよ。かわいいピンク色。一時停止するわよ。ちょっとストップ。これでいい。よし、他の部分も塗ってみよう。よし、すっごく良くなりそう。青い口ひげゲット。よしよし、一時停止解除。鏡を見なきゃ。誰これ、化け物みたい。一体なんでよ。え、知らない、なんでだろう。
不思議だわ。1、2、3、GO。 新しいマニキュアか。面白い色ね。でもちょっと変ね。青リンゴのキャンディ。そっちはどんな味かな。レモンかも。嫌な匂い。これってマニキュアじゃない。マニキュア塗っちゃおう。動いちゃダメよ。うわ、失敗ばっかり。ねえルナ、なにこれ、どう、塗ったばかりなの。サロンより上手。舐めればいいのに。じゃあ私からね。メイクスポンジだ。これ使ってみようっと。いつも持ち歩いてるのよ。天気予報は晴れだって言ってたのに。出しすぎかも。もう一つ使っちゃおうっと。塗る場所も分かってるのよ。このニキビ最悪なんだから。そんなこと言って。私のにも入ってた。使ってみようかな。ほんのちょっとだけ。じゃあ行くわよ。ねえどう？まあいいんじゃない。ちょっと直した方がいいかもだけど。めっちゃ下手くそだし。あ、お菓子だわ。だから変に感じたのよ。おいしそう。甘くて食感も最高。食べてみれば。おいしいの？はい、めっちゃおいしいでしょ。交換するわよ。ダメよ、いじらないで。真っ赤な唇だ。すっごくおいしそう。チェリー味かも。うわ、歯ごたえがあっておいしい。止まらなくなりそう。あれだったらやだな。こっちの方がおいしそう。うえ、石鹸の味。なに？口が開かない。どうしよう。パック使う？うまく剥がれるかも。うまくいったわ。ありがとう。よかったわね。本当に効くのかしら。面白そうね。どうしようかしら。足りないんじゃない。ふっくらさせちゃおう。チクチクするし。唇が膨らんでいく。浮いちゃうわ。ルナ、気をつけてよ。親友がいなくなっちゃったわ。うわ、空気がきれい。やばい。うわ、生きててよかったよ。空で何を見たか覚えてる？よし、行くわよ。じゃんけんぽい。手を下げて。先に開けさせて。わかったわよ、開けて。よし。うわ、ヘアグッズがたくさん。じゃあピンクの口から。簡単そうよね。おお、髪が。うわ、綺麗。一度虹色にしたかったの。うわ、お菓子だわ。すっごく美味しいわ。今度は私の番。うわ、かわいい。いった、プラスチックだわ。そう、残念ね。そうだ、溶かしてみようかな。時間がかかりそう。ほら、引っ張って。
もっと。わあ、髪がたくさん抜けちゃった。ルナ、あら残念。リボンいる？こんなのもらっても。食べてみてよ、ほら。お菓子なの？おいしい。どちらにしようかな。見て、うわ豪華だわ。お姫様用みたい。映らないわ。ウェンディ、あ、チョコか。おいしいミルクチョコ、私の大好物。よかったわね。私のは綺麗な鏡。ほら、これでいい？何がそんなに楽しいのよ。ゴー！取り憑かれてるわ！ちょっとマジで？ほら、いじけないで。機嫌を直して。ほら。ね、おいしいでしょ？あら、顔のこれは何？いや、ちょいとお邪魔するぜ。ごめんだわ、さようなら。ちえ、わかったよ。次は別ので考える。このコンシーラーで隠そうかな。たっぷり使うことになるけどね。おや、なんだ、一体何をやってるんだ。よし、これでもう隠れたわ。って、あれ？なんか、くつろがれてる。ああ、絞りたてのフレッシュジュース。あ、いけない、悪かったよ。こぼした分入れてくるわ。あはぁ、ごめんなさい、立ってるの知らなくて。いや、いいんです、いいんです。どうぞどうぞ。なんだよ、こんな日ってあり？さすがにこれでもう、うわー、出ない。いって、あ、オレンジジュース空っぽになっちまった。おや、ラップだ。あれ使えばいいのか。よし、着替えも済んだ。準備はいいぞ。まずはコップにジュースを注ぐ。よし、こぼさなかったな。そしたらその口をラップで包む。そこにストローを刺せば、これでこぼれなくなるんだ。大成功。味はどうかな。うん、爽やか。素敵。これでついに侵入分野やってきますわ。テープがいりますわね。あら、切れませんこと。長く出せばよろしくて。なんで切れろ。ああ、頭打ちましたわ。ちょっとそこで何やってるんだい。さあ手を取って。大丈夫かい。結構激しく転んでたよな。テープ忘れてるよ。そのテープ切れませんの。いりませんわ。ああ、それならいい手があるぜ。結束バンド？それが一体？見てろって、これをテープに結ぶんだ。そして、きつめに締める。固定したら余分な端っこは切り落とす。ほら、こんな風にな。このバンドでテープが切れるって寸法だ。ほら、これでも苦労はないぜ。あら、まあ、素敵、驚きですわ。まあ、さぞかし新入部員が押し寄せてくれることでしょう。楽しみですわ。あの子、変な色の服着てたのよ。おっと、いいとこ見せないと。あら、どうも。ご機嫌いかがかな。何あれ、イケメンアピールのつもり？
ねえねえ、あれ見て、おパンツのとこ。うわ、前が全開だ。ボクサー派なのね。ちょ、引っかかった。閉じなくなった。もういいわ、行きましょう。あー、くそ、ジーンズに裏切られた。ちょっと、これ、ほら、役に立つから。リップクリーム？おう、そういうことか。リップクリームをジッパーにこすりつける。歯の部分に塗る感じで、両側にしっかりとつけるんだ。よし、クリームのおかげでジッパーがスルッと動くようになる。いや、ほんと助かったよ。んで、ご機嫌どう？あれ、セリフがいけてないのかな。はい、いらっしゃいませ。お好きなお席へどうぞ。されど、マンディはどこだ？赤を着てる？見つかりやすいはずだな。ああ、女の子3人赤着てる。きっと、あの子だ。いや、待て待て、本当か？もし違ったらどうする？ああ、おっさんだ。おっさんギュッてしちゃった。ダメだダメだ。ならこの手だ。あら、いや、デビッド。うまくいってよかった。よし、出かける準備。よし、ちょっと何なの一体。お願い、連れてって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 。あー、その、いや、ママ妹一緒に連れてってやりなさい。最悪だ。今日は一人で過ごそうと思ってたのに。メールのチェックでもしようかしら。遅刻？もうどういうことよ。これ頼ぴー。もう我慢できない。妹の面倒とかもたくさん。あれ、私のなくなった。やった、そっちのもらう。こら、やめなさい。ああ、服がベタベタじゃないの。ああ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。そうだ、いいこと思いついたわ。テーブルクロスさえあれば。真ん中をつまんで、そこを切る。そうしたら、頭からかぶれるわ。でもこれで終わりじゃなくてね、ちょっと工夫が必要。袖の穴が腕を通してくれるわ。あとはベルト、このチェーンがうってつけ。この通り、ジュースまみれの服とはおさらば。わー、超綺麗、素敵。いや、元気かい。うわー、君ゴージャスだな。今すぐキスしたくなる色だ。ふぇ、汚い。目覚まし時計大嫌い。黙って鳴りやんで。はっ、これでよし。ぐっすり寝られたわ。すっきり気分。11時過ぎ。いやあ、ざます。あー、遅刻です。ちょっと、何着てきたの？寝坊しちゃって、今起きたばっかって格好してる。君、なんだ、面白いな。これ写真撮るしかないだろう。ベッドから出るんじゃなかったわ。いった、足が。もう最悪の日なんだけど。寝坊したのが良くなかったわ。待って、二度とそうならない方法があるかも。今回もグルーガン。接着剤を画鋲につけて、スヌーズボタンにくっつけるのよ。念のためたくさんつけときましょう。これなら寝坊はしないはず。よし、これで完成。もう、またバカ時計ね。寝てるっていうのに。あと5分。いた、
何よこれ、すごく痛いわ。今何時？学校行く準備の時間ね。ちょっとちゃんとしてバッグ、肩からずり落ちるんだけど。もうちゃんとしてってば。直すのに工夫がいるわね。ストラップを体にこう通して、バッグを頭の上からこう。どう？一瞬でリュックに早変わり。これでお買い物が家まで運べるわ。はぁ、アヒルちゃんにブーメランはあかん。どう？アラーム鳴ってる？いや、まだ眠い。二度寝しよう。起きて、起きる時間です。起きてってば。スヌーズボタンどこ？うっそ、まだ寝てんの？いやあ、チャイム鳴った。授業終わりね。髪のお手入れしないとな。これでよし、ずっとよし。うわ、この毛捨てないと。あー、気持ちいい。あ、クロエ、ヘアブラシ持ってる？ねえ、それ貸してくれない？あ、やだやだ、ダメ、私あなた専用なの。いいわよ、貸してあげる。いや、助かった、髪の毛絡まりすぎちゃって。これでよし、返すわね。わあ、髪の毛だらけになってる。本当ありがとう。だから貸すなって。わあ、毛が多いわね、ほんと。やった、綺麗になった。にしても抜け毛の多い子ね。クロエ、君とは一生一緒にいたいんだ。この指輪を受け取ってくれ。キラーン、見て見て、私可愛いでしょ。うわ、いけない、汚れついてる、拭かないと。ちょっと変なとこ触んないで、輝いてんだから私。うん、戻ってきた。どうも、ごめんなさい、遅れちゃって。クロエ、これを君に。こんにちは、あなたの指で輝く気満々よ。うわー、すごいわ。指にはめても夢が叶うのね。美しいわね。え、キラキラしてるっしょ。わー、眩しいかも。はあ、リラックスタイムよ。髪の毛よし。さて、スタイリングね。ほら、あなたを乾かしてあげるわよ。勢い強めよっと。そうね、その調子、行くわよ。ねえ、なんか強すぎません？ああ、もうたくさんだわ。風強かったけど、髪の毛は乾いたわ。服も着なくっちゃ。つまり、原生生物というのはだな。ん？チョークはどこ行った？この辺のどこかにあったはず。ポットの裏？いや、違う。机のどこかにあるはず。そうか、ランプのそばだ。ちぇ、見つかった。では、授業に戻ろう。ぎゃー、やめろー。やら、チョークがキーキー言ってる。おろせー。最悪、耳が死んじゃう。よし、これでかけた。
少々疲れたな。疲れたのはそっちだってか。髪の毛なくなっちまったじゃねえかよ。ああ、歯医者って苦手。でも今がチャンス。お菓子食べちゃおう。ねえ、クッキー食べる？あ、いいの？ありがとう。不安が落ち着くわ。あら、ここは口？へへへ、いたずらタイム。わ、歯が痛い。この辺リフォームが必要ですね。これいいわね。将来は大工さんになろう。クッキーのせいよ。あれ、歯に染みた？そりゃ失礼。お次の方。今日最悪なんだけど。私このまま帰ろうかな。微妙な感じ。無理。こっちのセンターがいいかしら。それともこっち？あ、気に入った服がない。なんで服次々投げてくんの？わあ、もっと投げてきた。そうだ、これ着ればいいんだ。無理、もう潰れる。ほら、倒れちゃったじゃん。よかった、服やっと決まったわ。わあ、今何時？嘘、時計狂ってんじゃないの？寝坊じゃん。めっちゃ遅刻だわ。教科書忘れちゃダメだし。急げ急げ、中入って。最後の一冊。いや、もう無理だって、パンパンよ私。うん、忘れるとこだった。それ、入れ。だから無理だって、もう入んないってば。よし、入った。うわ、重すぎる。こうやって運んだら？一緒に来なさいよ。早く、遅刻だって。だから言ったじゃん。が、今日マジ最悪。もう諦めようかしら。学校行ったってもう仕方なし。テレビ見ようっと。わん、この本面白い。うわ、今日はもう疲れたわ。うとうとしちゃう。なんなの？なんでライトチカチカしてんの？あとちょっとだけ起きてれば。おい、ライト壊れちゃった？はあ、ごめん、起きてるよ。治った。割ったじゃん。ごめんごめん、照らすから。もう嫌になっちゃう。爪伸びてきたな。最高、いい感じのカチカチ音がするんだ。特にガラスの上。どうも携帯、元気ですか？さて、このメール送っとかないとね。いて、やめろよ。いってえな。もう、そう、やめろ。ちょっと、どうしちゃったの？なんか変なことになってる？携帯が人間に？どうも、ジュリーです。これからは人間なの？うん、でもボタンはちゃんとあるよ。あ、ショッピングって最高。あれ？うん？携帯は？袋の中かな？いやー、なくしちゃったみたい。あ、この中じゃない？もう、どこにあんの？携帯さん、どこですか？待てよ、車の中ではあったよね。一緒にショッピングできて楽しかったよ。え、バイバイ。車の中に置いてきちゃったんだ。お、くし、髪型でも直すかな。わあ、いい感じだな。よし、音楽でもかけるか。うわ、カイリーからメール。
やばい、振動が、すっげえいっぱい送ってきたな。まずい、カイリーが心配してる。もう車から出たいよ、誰か助けに来て。携帯、ああよかった、ごめんね、出してあげるからね。見つけられてよかった。携帯、携帯大丈夫？充電ケーブル、電力が必要だな。あーリンゴ、これならいけるかも。お願い戻ってきて。おお、どうもジュリー、ごめんね携帯、充電してあげるからね。よし、今日は勝負日。携帯、手貸して。正体を送っといてくれる？よし、ありがとう。よろしく。どうも。お届け物です。どうぞ。じゃ、ふう。次。どうも。どういうこと？メッセージのお届けです。どうもメッセージ、君、どうも、どうもわかった、どうも、さよなら、どうも、メッセ、どうも、はあ、あーパーティーね、最高。うわ、あんた怖、今すぐ出てって。じゃどうも、じゃあ携帯戻ってきたね。やん、ボロボロ、大丈夫？うん大丈夫、疲れただけ。あ、なんか怖いけど入って。どうも、携帯がおかしいんですけど助けてくれますか？もちろん、すぐ直せますよ。よかった、おいで携帯、直してくれるってさ。うん、確かにちょっとやばい感じだね。ねえ、さて作業開始。大丈夫、痛くないから。うん、いろんなことになってるね。よし、気分はどう？いい感じ。やだ、荷が重すぎる、こんなの無理。調子はどう？携帯、やば、まだ壊れ気味って。よし、決断の時だね。よし、完璧。うわ、早かったね。開封しよう。誰？どうもジュリー。うわ、あの人誰？俺、ジュリーの携帯。俺みたいな新しい携帯が必要な理由が分かったよ。来てくれてありがとう、新しい携帯。うん、絶対うまいっしょ。おいしい、次はチョコレート、チョコレート大好き。まあ、お菓子最高。次はキャンディー、おいしそうなリンゴ、匂いも格別ね。おお、そうだ、まあ、砂糖大好き。よし、ジュリーの番号を入れてと。ジュリー、電話。え、誰？ばあちゃん、お菓子を隠さないと。よし、準備万端、出れるよ。ばあちゃん、元気？ジュリー、リンゴをあげようと思ってね。やだ、いいよ。そうかい、他にもあるんだよ。オレンジ。大丈夫、お腹空いてないから。携帯、助けて。ジュリー、聞こえる？最新の携帯ってもんは。まったく、後で話せばいいわね。危なかった、ありがとう携帯。
あ、誰か来たみたい。出てくるね。あ、ジューディー、サラダを持ってきたわよ。あー、ばあちゃん、ありがとう。健康食生活だね。よし、携帯、7時になったら教えてね。英語のテストを逃したらやばいから。よし、本気で取り掛かるよ。勉強戦士、このテスト決めてやる。投資の意地悪。7時、テストの時間。ジュリー、携帯うるさいよ。わかった、こんなのはどうだ。ジュリー、ジュリー、起きないと。よし、耳を保護してと。ジュリー、起きて起きて、寝てる暇なんかないよ。ああ、俺って音楽いけるけ？バンド始めるべきだな。どうもどうも、ファンの皆さん最高。そうだ、ジュリー。よし、何が何でも起こさないと。お前、聞いてない。そうだ、足でも引っ張るのはどうかな。ジュリー、起きろ。頑張れ自分、俺は強い。ああ、失敗だ。ああ、眠くなってきたな。はあ、よく寝た。気分最高、すっきり。あれ、今何時？試験は？終わりました。素晴らしい、皆さん頑張りましたね。ジュリー、遅刻ですよ。何時だと思ってるんですか？テストは終了しましたよ。でもアラームが鳴らなくて、一生懸命勉強したのに。いて、すいません、ドア開けようとしてるだけです。あー、スニッカーズくん大好きよ。ちょっと、何考えてるの。もう諦めなさいよ、私はベビーシッターじゃないのよ。ダイエットに行動を監視されちゃったことはある？コメント欄で教えてね。この動画を友達と共有して、楽しい新着動画を見逃さないようにチャンネル登録をお願いします。